状態をより生かすフォルム、より美しく見せるフォルムを常に探っていて、私がいろんなやり方をして見つけた探った表情には性格みたいなものがあって、その性格を自分が知り、その性格を生かす使い方を探っている。素材との関わりで起きる高揚感をそのまま置くっていうことが作品にならないかなと思って、自分がしてることは何なんだろうっていうことを知ろうとして勉強するうちに、日本の工芸文化なり素材を生かす文化っていうのをがどんどん見えてくる、来た時に勇気づけられたというか喜びがあった、でより続けていこうっていう気になったっていうのはあります、表情同士の出会わせ方が、出会う必然があって出会っているっていう状態にしたい、自然にことが起こっていってるっていうかどうかっていうのを常に気にして見ている。